時の人となったおばさんの実態をゆっくり解説。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢この間、時の人となったおばさん4選をゆっくり解説しただろ？うん、覚えてるよ。4人とも衝撃的だったよね。特にあの、引っ越し、さっさと引っ越ししばくぞ。ってリズムが忘れられないわ。あの時、引っ越しおばさんは被害者だったって説があるって話したの覚えてる？言ってたね。でも、実刑を受けたんでしょ？そうだけど、今回は引っ越しおばさんの真実について解説してみようと思うんだ。別の角度から見ると、悪人にも善人にもなるってことがわかると思うぜ。見る角度？それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、引っ越しおばさんの事件を説明するぜ。お願いします。この騒動、正式には奈良騒音障害事件って言うんだ。正式名称があったんだ。引っ越しおばさんの本名は、川原美代子さん。川原さんは1968年に21歳で結婚して、ご主人との間に一男二女を授かった。ご主人側は病気を持っていることを隠して、川原さんと結婚したと言われているぜ。その病気は遺伝して、子供たちも発症したんだ。一人でも大変なのに、4人も病気だったなんて。大阪府の八尾市に引っ越しをしたのは26歳の時、隣人とトラブルはなかったそうだ。問題が起きた奈良県平群町へ引っ越しをしたのは1988年、川原さんが41歳の時。その翌年に、被害者夫婦が引っ越してきたんだ。そこから全てが始まったのね。関係が悪化し始めたのは、1990年頃からって言われているぜ。1996年を境に、24時間365日大音量を流す嫌がらせを繰り返したり、布団をリズミカルに叩きながら、他人が聞いたら面白いパワーワードを大声で叫んだりして、被害者に精神的苦痛を与えたんだ。これが実際の映像だぜ。被害者は不眠や頭痛で、約1ヶ月の治療が必要と診断されるほどだったぜ。一日中そんなことをされたら、病気にもなるわよ。そして被害者が一度目の民事訴訟を起こして、川原さんが敗訴したのが1999年。罰金と延滞金で85万円支払ったとされている。なんで訴訟になったの？被害者宅の塀に落書きをしたんだ。落書きもヒップホップ系だったのかしら？いや、そういう落書きじゃないと思うぜ。あまりの暴挙に、被害者が監視カメラを設置したのが2000年。この年に、川原さんの長女さんが亡くなっているんだ。2002年には川原さんが被害者宅の器物を破損、46日勾留されて、罰金も10万円払ってる。何を壊したの？玄関の門扉。門扉って簡単に壊せるのね。2003年には、川原さんの次女さんが亡くなって、ご主人は入院をしたそうだぜ。次女さんまで亡くなって、ご主人は入院、心労が続いていたでしょうね。その後、奈良県警も騒音の大きさを測定したり、被害者が川原さんの布団叩きや暴言を撮影、診断書と共に提出して、二度目の民事訴訟を起こしたんだ。裁判で、川原さんは無罪を主張したんだけど、奈良地方裁判所で被害者が勝訴して、川原さんに罰金200万円の判決が下ったんだぜ。200万円？川原さんはこれを不服として控訴したけど、棄却されたんだぜ。2006年には検察側が、約2年6ヶ月にわたった嫌がらせは、隣人に苦しみを与えた陰湿な犯行で、騒音おばさんの町として平群町の悪評を広めたって理由で懲役3年を求刑したんだ。それに対し川原さんは、被害者が何でも私のせいにしたって内容の、便箋70枚もの意見陳述書を読み上げようとしたところ、裁判長に途中で止められたそうだ。裁判長は、川原さんの意見を聞いてくれなかったの？内容がループしていたり、長すぎたのかもしれないぜ。なるほど。川原さんは、謝ってしまったら冤罪を認めることになる。自分に罪はない、認めるつもりはないって、罪状を否認したけど、奈良地方裁判所の裁判長は、音楽を大音量で鳴らし続ける行為は、被害者に精神的ストレスを与えて、体の生理的機能を害するもので傷害罪に当たる、執拗かつ陰湿、反省の態度が感じられず、再犯の可能性も高い。ということで、懲役1年の実刑を言い渡した。でもその判決を不服として川原さんは、即日控訴。
検察側も、2年以上にわたり積極的に危害を加えたのに、量刑が軽すぎるって控訴したんだ。もう1回判決が出たの？そうだぜ。しかも大阪高等裁判所の裁判長は、傷害の確定的な故意があり犯行は陰湿、一審判決の量刑は軽い。で、一審の奈良地裁判決を破棄して、それより重い懲役1年8ヶ月を言い渡したんだ。8ヶ月も伸びちゃったわ。だけど川原さんは2005年に逮捕されて以降、勾留されていたから、服役する1年8ヶ月の日数から、未決勾留日数500日を引かれて服役することになった。だから刑が確定して服役したのは、約3ヶ月だったぜ。ねえマリサ、今の話を聞いても、騒音おばさんは被害者じゃなかったわ。だって、裁判で刑が確定して、服役したのは本当のことだもん。そうだな。じゃあここから、本当は川原さんが被害者だったんじゃないか説を解説していくぜ。お願いします。まず、川原さんは近所に住んでいる人たちと、良好な関係だったそうだ。そうなの？テレビの撮影をしていた人たちに、威嚇していたでしょ？怖いおばさんなんだって思ってた。日本テレビの、ザ、情報通では、川原さんは目が合ったら笑顔で挨拶してくれる。おとなしい普通の人だった。被害者が引っ越ししてきた頃は、お茶を一緒に飲む普通の隣人だった。日本テレビの、ザ・ワイドでは、被害者夫婦以外の近所の住民には、笑顔で挨拶したり申し訳ないって温和な対応をしていた。って紹介されていたぜ。テレビに映ってるイメージと全然違うわね。この手紙は、川原さんが奈良の留置所に収監されている時にもらった手紙のお返事なんだけど、こんな風に書かれていたぜ。お手紙、ありがとうございました。長い接見禁止が取れ、18年2月3日に読みました。あなたのお気持ち、すっごい嬉しく思いました。素晴らしい感性の持ち主と、よくわかります。心で感じるのではなく、魂で感じていることが文章の中に出ております。泣き寝入りをするよりも100分の1でも伝えることだと、行動を起こしております。本当にありがとうございました。誤字、脱字、ごめんなさいね。では失礼します。普通の手紙だわ。近所の方の話や手紙を見てもわかる通り、見境なく噛みつくおばさんじゃないんだ。それに、被害者とお茶を飲むってことは、仲良しだったってことよね。仲良くお茶を飲む間柄が、理由もなく仲違いなんてしないよな。騒音おばさんの行動には、何か理由があったってことね。そうじゃないかって言われてるんだ。理由のまず一つ目は、茶碗を洗う音や生活音がうるさいって、文句を言われたそうだぜ。それに、川原さんは被害者夫婦から家の中を盗み聞きされて、近所に言いふらされていたそうだ。茶碗を洗う音って、家の外までうるさく聞こえる？洗い方にもよるな。そんなに音を出して洗ったら割れちゃうわよ。二つ目は、被害者が設置した庭園灯が眩しくて、重病患者がいるから、せめて囲いをして窓から光が入らないようにしてほしいってお願いをすると、被害者は無視をするばかりか、わざと早朝から布団を叩き始めたんだって。被害者の方が早朝から布団を叩く？三つ目は、子供たちの悪口を言われたそうだ。どんな風に？お子さんたちの声がうるさいって、自治会へ苦情を入れたり、頭がおかしいって侮辱したそうだ。それはひどいわ。だって、お子さんとご主人病気だったんでしょ？他には、監視カメラで家の中を盗撮されたり、鍵穴を塞がれたり、20人から30人の集団で家に押しかけられて、抗議を受けたそうなんだ。大人数で抗議されるなんて怖いわ。これはすべて川原さんが法廷で証言した内容だぜ。全部本当のことだったら、辛い思いをしていたのは引っ越しおばさんの方ね。川原さんは大阪高裁の被告人質問の時、弁護士からなぜ大音量で CD ラジカセを鳴らすようになったのか、って聞かれて、近所の人から子供の泣き声などの生活音がうるさいと言われ、生活音を消すためだったって話したんだ。騒音を起こした理由は、近所の人から亡くなった娘の悪口を広められたり、接着剤で鍵穴を塞がれたり、普通にやっていたからって涙を流しながら訴えたそうだぜ。引っ越しおばさんかわいそう。1999年の落書きの時も、被害者が壁に書いているところを川原さんが見ていたそうだ。じゃあ濡れ衣じゃない？でも裁判は負けちゃったんでしょ？そうだな。2002年の器物破損の時は、被害者宅の監視カメラに川原さんが映っていたそうだけど、例の、門扉を壊したやつね。門扉が傷ついたんじゃなくて壊れたんでしょ？不思議よね。普
団叩きをハンマーに持ち替えて、叩き壊したのかしら？防犯カメラには、サンダルで門扉にキックする画像が映っていたそうだ。サンダルでキック？門扉が古くて、壊れやすかった？反撃のやり方を間違えているとは思うけど、じゃあ川原さんだけが悪かったんだろうか？理由や背景を知ると、違うように見えてくるわ。そして、テレビでは川原さんの異常な行動だけが報道されていたんだ。そういえば、テレビに映っていたのは布団を叩いたり、暴言を吐く引っ越しおばさんだけだったわ。でも、見えないところで被害者も、結構異常な行動をしていたみたいだぜ。被害者夫婦はどんな行動をしていたの？証拠収集のために、川原さん宅を300時間以上にわたって盗撮をしていたり、ねちっこい執念を感じるわ。撮影をしながら、また叩いとるわー。ってゲラゲラ笑っている映像もあったそうだ。バケツの水を川原さんにかけたり、深夜まで大声で誹謗中傷を響かせたりもしていたようだぜ。被害者夫婦も相当ね。この事件が全国的に伝えられた当初、ニュースや報道では被害者夫婦が提供した証拠ビデオが、未編集のまま放送されていたんだ。その映像には、川原さんと被害者夫婦が大声で言い争っている場面もしっかり映っていたんだぜ。そうなの？その後、報道映像に編集が加えられて、被害者夫婦の怒鳴り声が消されたんだ。そのため川原さんだけが一方的にわめいている、極めて不公平な映像だけが残ったんだぜ。なんでテレビは、最初の映像を流さなくなっちゃったんだろう。異常なおばさんに、かわいそうな被害者。完全凶悪なストーリーを作り出して、面白く報道していたんじゃないかって言われているんだ。報道を見て、引っ越しおばさんだけが悪いって、思い込まされてしまったようね。被害者は法廷でも異常な行動が見られたようだぜ。法廷で？裁判長に川原さんとのやり取りの矛盾点を突きつけられると、矛盾ではないと反論して、さらに強く聞かれると、覚えていないって答えたんだ。川原さんがやったと言われている、塀の落書きについて質問されると、ちょっと待って、頭が痛い。でその場に倒れ込み、裁判を一時休廷にして、裁判後に記者から、裁判は疲れましたかって聞かれた時は、いやー、疲れたーって、元気に答えたそうだ。きっと裁判長に、聞かれたくないことを聞かれちゃったのかもね。私、被害者夫婦だけがかわいそうだって思ってたけど、ここまで聞くと、違和感だらけだわ。この他にも、被害者夫婦は某巨大宗教法人に属していて、お茶を飲みつつ、川原さんの心の弱いところに入り込んで勧誘をしたけど、断られてしまったから、その腹いせにこんなことをしたんじゃないかっていう、本当かどうかわからない話も出回っているんだぜ。心の弱いところ？川原さんのお宅はどんなだった？ご主人とお子さん3人がご病気で。ああ、でも、宗教は個人の自由だし、嫌だったらお断りしてもいいと思うわ。恨みを買うような断り方をしたんじゃないかって意見もあったぜ。お誘いの仕方にもよるだろうしね。川原さんのところへ抗議に来た20人から30人の人たちは、宗教関係の人たちだったって話だ。ただ、この某巨大宗教法人については、巨大電子掲示板に書かれていて、リンク切れでソースの確認ができなかったから、推測の域を出ないと思ってほしいぜ。巨大電子掲示板だけじゃないけど、引っ越しおばさんって検索すると、いろいろ書かれていて、どれが本当の話かわからなくなっちゃうわ。いろんな情報が入り混じってるからな。川原さんのご主人と子供さんは、難病だって話をしただろ？うん、そうだったね。親族からは、家族は難病で不幸続きだったけど、献身的に介護をしていました。って証言があるんだぜ。確か、お子さんに遺伝したって言ってなかった？ネットの情報では、ご主人が脊髄小脳変性症という難病指定の病気を持っていたけど、病気を隠してお見合い結婚したって情報だったぜ。どんな病気？脊髄小脳変性症は運動失調症状っていう、立ったり歩いたりするときにふらついたり、字がうまく書けなかったりする病気の総称で、日本全国で、推定3万人を超える患者さんがいらっしゃるそうだぜ。7割が非遺伝性、3割が遺伝性なんだって。結婚する相手に、こんな重大な病気を隠してるのって、誠意がないと思うわ。だけど、家族は病気じゃなかった説もあるんだ。嘘だったの？この病気が医療費助成の対象疾患に認定されたのが、1976年10月からで、川原さんが結婚したのは1968年だから、結婚するときは難病と診断されていない。隠して結婚というのは無理がある。
それに、遺伝性の脊髄小脳変性症なら、父親より先に重篤になり、亡くなってしまうとは考えにくいっていうのが理由だったぜ。嘘ってことは、同情を引くための作戦？ただ、この病名もどこから出てきたのか、わからないんだ。そうなの？ TBS、ミノモンタの朝ズバ、では、夫の家系が原因で、おばさんを除く家族全員が、難病を発症して介護に追われていた、って紹介されていて、病名までは明かされていないんだ。違う情報が混ざっちゃったのかな？仮に川原さんの家族が脊髄小脳変性症でなくても、何らかの難病を抱えていたことは確かだと思うぜ。それともう一つ、否定されていることがあったんだ。どんなこと？川原さんの長女さんと次女さんが亡くなってるって話をしただろ？うん、2000年と2003年だったよね。これについて、夫が娘と共に被告の監督を申し出た、っていう内容の裁判記録があって、日常生活に支障をきたすほどの健康上の問題があったとは考えづらい。夫も娘も健在であるって情報があったんだ。生きてたの？でも、裁判記録に書いてあったんなら、本当なのかも。この判決の全文を私も確認したんだけど。マリサ、読んだの？うん、読んだ。やっぱりそうだった？いやあ、びっくりするほど似た内容だったぜ。自宅から隣家の被害者に向けて、朝から深夜まで約1年6ヶ月もの長期間、ラジオの音声や目覚まし時計のアラーム音を鳴らし続けて、慢性頭痛症などを負わせたって書いてあった。そして主文には、被告人を懲役1年に処する、未決交留日数中50日を、その刑に参入するって書かれていたぜ。それって、引っ越しおばさんの内容でしょ？よく似てるけど、この裁判の判決が出た日にちが、平成16年4月9日って書いてあるんだ。日にちが違うの？川原さんの被害者が騒音に対しての民事訴訟を行ったのが2004年、平成16年の8月だぜ。訴訟をする前に判決が出るのはおかしいだろ？そうか。それに、川原さんが奈良地方裁判所の第一審で、懲役1年の判決が出たのは2006年4月なんだ。2006年って？平成18年だぜ。それに、罪となるべき事実のところに、奈良市営町の自宅って書いてあったんだ。騒音おばさんも奈良でしょ？川原さんが住んでいたのは奈良県生駒郡へぐり町で、奈良市じゃないぜ。住所も違う。このことから、これは別の裁判記録で、川原さんの夫や子供が健在だって証明にはならないんだ。いろんな情報が入り混じって、本当のことのように伝わっていたのね。私も細かい時系列を確認していなかったら、完璧に騙されてたぜ。でも、似たような事件って他にもあるんだね。ねえマリサ、その類似事件の判決文を読むことができたんだったら、引っ越しおばさんの判決文も読めるんじゃないの？私もそう思って裁判記録を探したんだけど、すべての裁判例が公開されているわけではないみたいなんだ。でも、どうしても記録が見たかったら、奈良地方裁判所へ行けば、裁判記録と判決文を見ることができるぜ。そうなの。だけど事件番号や当事者名が必要だし、150円分の収入印紙や認め印、身分証明書を提示しないといけないんだ。手続きが必要なのね。そして裁判所で訴訟記録の閲覧を申請すると、閲覧後にその申請書自体も同じ訴訟記録に綴られる。ってことは、記録を見ましたって、ずーっと残るってことだな。それは、嫌かも。ところで、引っ越しおばさんは今何をしているの？川原さんは、2007年7月20日出所して、また奈良県のへぐり町の自宅へ戻ってきたんだ。あの騒動を起こして、よく帰ってこられたわね。川原さんは出所後、近隣に一連の騒動を謝罪して回ったそうだぜ。近所の方たちは受け入れてくれたの？もう騒音を出さないのであれば、これまで通り住んでも構わないって言われたらしい。優しい町だわ。一方で、被害者夫婦は転居しているそうだ。いろいろ騒がれて、居づらくなっちゃったのね。さて、すべてが収束した2007年から13年後の2020年12月に、騒音おばさんをモチーフにした映画が公開されたんだ。騒音おばさん、映画になったの？すごいわ。監督は天野千尋さん。映画のタイトルは、ミセスノイジーだぜ。うるさいおばさんって題名なのね。引っ越しおばさんの話？映画の内容は、実際の事件の再現じゃなかったぜ。天野さんは、物事は、見る角度によって見える景色が違う。人も別の角度から見ると悪人にも善人にもなる。そういうことを盛り込んだ映画にしたかった。って言ってたんだ。そのセリフ、どこかで聞いたような。
マリサが冒頭で言ってたわ。真似したわね。へへ。マリサ、映画見た？見たぜ。すごく面白かった。お互い同じものを見ているのに、角度や立場で捉え方が違ってくる、興味深い内容だったぜ。見るなら教えてくれればいいのに、私も見たかった。じゃあ、もう一度一緒に見ようか。わーい。メディアから江原博之が消えた真相をゆっくり解説。この間、たまたま婦人公論っていう雑誌のホームページを見てたら、江原博之さんのコラムを目にしたのよ。婦人公論はコラムやエッセイが充実していて面白いからな。で、どんな内容だったんだ？書かれてあったのは、人生は回転寿司だということなの。どういう解釈なんだ？取り損ねたお皿をいつまで目で追ってもそのネタは手に入らないのと同じで、過去を引きずらずに、さっさと前を向いて新たな幸せをつかもう、という内容だったわ。あ、てっきり回転寿司は同じ場所を何度も回るから人生何度でもやり直せるとか、食べたことのないネタにチャレンジするように何事にもためらわず飛び込んでみようとか、そういう意味かと思ったぜ。それはそれで深いわね。でね、江原博之さんってどんな人なのかなって興味を持ったわけ。江原博之さんといえば、17年前のテレビ番組オーラの泉にレギュラー出演して話題になり、日本にスピリチュアルという言葉や文化を広めた第一人者と言っても過言ではないだろう。スピリチュアルって今普通に当たり前のようにあるワードだけど、江原さんが広めた人なの？知らなかったわ。今テレビなどのメディアで目にする機会はほとんどなくなったから無理もないぜ。テレビ出演で注目を集めた人でありながら、今はほとんどテレビに出ていないって。ちょっと不思議な経歴ね。実は江原さんは世間では消えたとまことしやかに囁かれているんだ。ただ、消えたと言っても霊夢の話にもあった通り雑誌の連載はあるし、レギュラー出演中のラジオ番組なども持っている。あくまでテレビから消えた、ということね。何か理由があるのかしら？では、今回は江原博之さんが消えた真相についてゆっくり解説していこう。一応言っとくけど、芸人の江原正宏さんとは名前や見た目が似ているという話もあるが、親族関係はないそうだ。そうだったの？知らなかった。って驚いた人、いないと思うけど。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは江原博之さんがどういう人なのかを知りたいわね。江原博之さんは1964年生まれで現在57歳。肩書きはスピリチュアリスト、作家、オペラ歌手であり、過去には神職に従事していたこともある。オペラ歌手というのは初耳だわ。30代半ばで音楽大学に入学し、声楽を専攻した本格派だ。江原さん曰く、スピリチュアルは生活のための適職、歌は心を豊かにする転職なんだそうだ。素敵な考え方だわ。適職と転職がある生き方、憧れる人も多いんじゃないかしら。あと、神職についていたこともあるってところは現在の江原さんに繋がっている部分を感じるわね。19歳頃から心霊現象に悩まされていた江原さんは、名の知れた霊能者を渡り歩いて解決を図るも失敗。20人目で出会った日本心霊科学協会の講師である寺坂妙子さんが江原さんの卓越したスピリチュアルな霊能力を見抜いたんだ。悩まされるほどの心霊現象って生活面にも支障が出そうだわ。寺坂さんと出会ったことで人生が大きく変わったのね。その後、自分の力をコントロールするために修験道での修行、高尾山での滝行を経て憑依体質を克服し、寺坂さんが所属する教会や主催する会に通って瞑想や心霊科学を学んだぜ。しっかりと勉強や経験を積んだからこそ今の江原さんがいるのね。その後寺坂さんの勧めで神職の資格取得を目指し、國學院大学夜間部に入学、北沢八幡宮に実習生として勤める傍ら、経済面を補うために夜間授業後、深夜に心霊相談を行っていたそうだ。かなりハードな生活ね。自分の力で未来を切り開こうとする強い意志を感じるわ。それからスピリチュアリズムの本場とされているイギリスに渡り、霊媒師として知られる人物たちから理論や実践を学んだ。7年間の間で計9回、足掛け6年の都営となった。しっかりとスピリチュアリズムの土台を作って現在の活動を行っているとは知らなかったわ。江原さんのしていることは霊能者のそれと似ているんだが、この言葉には、あまりいいイメージを持てなかったそうで、イギリスで出会った霊媒師の肩書きであった。スピリチュアルカウンセラーという言葉を気に入り、自身も名乗るようになったぜ。
確かに霊能者や霊媒師よりスピリチュアルカウンセラーの方が、とっつきやすい印象を受けるわね。2005年、美輪明宏さんと共に出演した前述のオーラの泉が話題を呼び、多くのテレビ番組出演の足がかりとなった。江原さんといえばオーラの泉のイメージが強いわ。でも、それだけ人気があったと言える江原さん、なぜ今はほとんどテレビで見かけなくなったの？実はテレビに出始めて存在が多くの人に注目されるようになってから、様々な週刊誌にスクープされているんだ。週刊誌ということは、江原さんにとってあまりプラスにはならない内容だったのかしら？そうだな。例えば、江原さんが元信者の女性に危害を加えた、江原さんの霊視がやらせなのではないか。江原さんの経歴詐称疑惑などが挙げられる。どれも今後の活動に大きく影響が出そうな内容ばっかりね。また、現在安倍元首相の件で大きな話題の全国霊感商法対策弁護士連絡会が、霊に関する内容が霊感商法の被害予備軍を生み出しているとして、行き過ぎた番組制作を、控える要望書を各局宛てに提出したこともあった。この頃は多くの番組で超能力、心霊現象、亡くなった後の世界とかそういったキーワードが、取り扱われていたというものね。そんな中、江原さんが消えたと言われる問題のテレビ番組が2つあるんだ。いつの間にかテレビに出なくなったんじゃなくて、きっかけと決定打になったテレビ番組があるの？詳細を教えてほしいわ。まず1つ目が2007年7月にフジテレビで放送された FNS27 時間テレビだ。27時間テレビって日本テレビで放送されている24時間テレビと違って、かなりバラエティに振り切っている番組のイメージがあるわよね。これまで放送されてきたものは笑いや楽しさ、面白さといったものがメインテーマになっており、24時間テレビとは似て非なるものと言えるぜ。そんな27時間テレビに江原さんが出演したのね。江原さんのテレビ活動に大きな影響を与えたということだからとても気になるわ。実はその問題は番組が放送されてからおよそ3ヶ月半後に発売された週刊文春による告発で明らかになったんだ。番組が放送されてすぐじゃないのね。内容を詳しく教えて。27時間テレビのコーナーだったハッピーキントーンにて、孫悟空に扮した香取慎吾さんが一般人を喜ばせる企画があり、そのうちの一つが江原さんによる素人スピリチュアルカウンセリングだ。テレビでは芸能人をメインにカウンセリングをしていたけど、この企画では一般人をカウンセリングしたのね。ここで霊視を受けたのは当時50歳の美容院経営者である A さんだった。A さんはお父様が亡くなられてから美容院と同時20年以上リンゴ園を経営する傍ら、2004年の新潟県中越地震で被災した子供にリンゴを送るボランティアも行っていた。素敵な人ね。二足のわらじは大変だと思うけど、亡くなったお父様もさぞお喜びのことでしょうね。ところが、リンゴ園の経費がかさんで肝心の美容院経営が苦しくなってきた現状があり、お父さんが生きていればなんて言ってくれるだろうかというのがメインテーマだった。なるほど、お父さんの声を江原さんが霊視して A さんに伝える、というような流れね。A さんを心配した美容院スタッフの手紙によりこの企画が始まり、A さんには講演会の依頼が来た。というドッキリを仕掛けて東京に呼び寄せたんだ。一般人にドッキリというのが引っかかるけど、講演会ってことは場所を借りたり、お客さんもたくさん入れることになったりだから、かなり大掛かりね。だが、企画内容に不満を持った A さんの抗議により、放送倫理番組向上機構いわゆる BPO が、審議を開始することになったんだ。え、BPO? よく耳にするかなり大きな団体よね。簡単に説明すると、不適切な番組がないか審理をする機関だ。放送事業者にとって BPO の判断は最高裁の判断みたいなものであるという名言があるほど、テレビ放送会社にとって絶対的な存在であることがわかる。BPO が動き出したということは、何か不適切な内容だったということよね。しかも A さん本人が抗議しているということもただならぬ雰囲気よ。A さんが抗議したのは、A さんの美容院は決して経営なんではないということだ。また、望んで江原さんの霊視を受けたわけではないことも話している。確かに A さんは講演会があるから行っただけで、そこで突然意図せず江原さんの霊視が始まったに過ぎないものね。江原さんは亡くなったお父さんが、このままではお店が大変なことになると言っているといい、美容院の経営をおろそかにしてボランティアに熱を上げて自分だけ喜んでいる A さんが悪い、
やり方が下手と A さんは散々否定されたんだ。それも全国放送で。ひどすぎる。この先、生きていくことすら困難になりかねないわ。A さんは番組放送後、地元で経営難の美容院と囁かれ、人間関係もぎくしゃくしてしまったそうだ。無理もないわ。誤解を恐れず言うと、人格すら全否定されてしまっているもの。この告発をした週刊文春の取材によると、美容院スタッフの手紙自体がやらせだったこと、講演会の観客の半分以上が桜だったこと、不自然なカットや映像のつなぎ合わせがあったこと、そして A さんの関係者を参加させるために嘘の理由で呼び出したことなど、番組の制作手法にも多くの問題点が判明した。これって江原さんももらい事故のような気がしなくもないんだけど、江原さんの部分だけを切り取っても不自然な点が多いわね。いい着眼点だ。江原さんは A さんのお父さんの霊視をして美容院の経営が大変なことになるなどと言ったものの、事実とは異なっていたわけだからな。そうよね。誰の霊視をしたのかという話になるわ。最終的に BPO は人間の尊厳を傷つけかねないとする意見書をまとめる事態になり、江原さんは沈黙を守っていたが、この報告を受けて口を開いた。何を語ったのかしら。テレビ局から虚偽の提案を受け、迂闊に騙された自分も被害者であるとし、フジテレビの番組制作のあり方を遺憾に思いますなどと痛烈に批判したんだ。確かにフジテレビと同罪だとは思わないけど、江原さんも被害者だというのは、疑問が残るのは私だけかしら。江原さんに超能力があるなら、なぜ A さんが霊視を望んでいなかったことや、経営が悪化していないことが見抜けなかったのか、そこに違和感を持つ人も多いだろう。ここを明らかにしないと霊視に説得力がなくなりかねないわね。視聴者にとって江原さんの霊視や超能力といった特別なパワーを純粋に信じたり、楽しめるものではなくなったのは、この出来事がきっかけと言えるぜ。江原さんの言動に不信感を抱いた人も一定数いそうだわ。さらに江原さんがテレビから消えたと言われる決定打になったのが、2006年12月放送のオーラの泉だぜ。あれ、さっき取り上げた27時間テレビは2007年7月って言っていたわよね。あっちがきっかけでこっちが決定打というには時期がずれているわよ。放送された時期はオーラの泉の方が先なんだが、オーラの泉の放送内容が問題視されたのが、2008年1月だからな。ちなみに、先ほどと同じく週刊文春によるスクープだ。なるほどね。後になって番組について不審な点が見つかったのね。それにしても文春法はこの時からすごい威力だわ。内容は、出演した元宝塚歌劇団のトップ娘役だった檀れいさんを霊視するというものだ。ダンさんは毎週オーラの泉を見るほど番組の熱狂的なファンであり、今回の出演を楽しみにしていたぜ。好きな番組に出演できるなんて芸能人の特権。とっても嬉しかったでしょうね。ダンさんは番組冒頭でお父様を亡くし、自分には二人の父がいるということを公にし、それをもとに江原さんはお父様の霊視を始めたんだ。ダンさんはこの件の公表にとても勇気がいったでしょうし、それだけ番組出演に覚悟を感じるわね。江原さんは亡くなったお父様が宝塚音楽学校の受験を天国から科目に見守っていたと発言し、江原さんを通じて亡き父から愛の言葉が届くという流れで番組進行していったんだ。ここまで聞いても不審な点は全く見当たらないわね。でも文春法だからきっととんでもない事実をつまびらかにしたに違いないわ。実は、檀さんが語った亡くなった父親は母親の再婚相手であり、実の父は今も健在だということ。そして宝塚音楽学校の受験をした時点では両親は離婚をしていなかったんだ。え、そうなの？じゃあ受験を天国から科目に見守っていたのは誰だっていうの？誰なんだろうな。さらに文春は檀さんの出身地である兵庫県にまで行って取材を敢行。文春の隙を一切見せない動き、さすがだわ。檀さんの高校の同級生や檀さんのおばあ様からの証言により、ジップは現在も地元で元気に生活しているということが判明したぜ。江原さんの面目丸つぶれじゃないの。これはちょっとフォローも難しいわね。ダンさん自身も文春の取材を受けているが、涙が止まらない状態だったので、細かい部分は覚えていないなどと語り、霊視内容については全く問題視していないそうだ。本人がそれでいいならこの件については部外者があれこれ言えないけど、江原さんの能力については大いに疑問が残る結果となったと言えるでしょうね。
最終的にこの件がテレビ出演から遠ざかるトリガーになってしまったのかもしれない。いわゆるオカルト系のテレビ番組は一定数の視聴率が取れるため人気自体は高いんだが、地上波で放送するとやらせが疑われるそうだ。確かに入念な打ち合わせをすれば事実とすり合わせることもできるでしょうし、ないことをあることに、あることをないことにできてしまう可能性もあるわ。また近年では霊感商法、マルチ商法といった人の弱みにつけ込む犯罪も増えており、オカルト系はそれらを想起させるという点からスポンサー受けも良くないそうだ。つまり江原さんご自身の霊視内容に問題があったことに加えて、時代の流れ的にも霊視などがバラエティーとして成立しにくい側面があるのね。江原さんのスピリチュアルな発信を得る一番の方法はイベントに参加することだろう。現在も精力的に講演活動を行っているようだぜ。まあテレビに出るのが活動の全てじゃないしね。本人が納得する活動ができるのが一番だと思うわ。アナンド君の予言と驚きの現在をゆっくり解説。マリサ、今日は何の解説をしてくれるの？今回はインドの若き予言者、アビラ・アナンド君を解説しようと思ってるぜ。予言？ノストラダムスみたいに予言をしたの？そうだぜ。でも、1999年に人類は滅亡しなかったじゃない？予言なんて当たらないわよ。そんなことはないぜ。世界中にいる予言者の中にはいろんなことを言い当てる人だっているんだ。それに、そもそもノストラダムスは人類が滅亡するなんて予言はしなかったんだぜ。そうなの？あれは、ご答弁さんがノストラダムスの大予言って本を書いた時にそう解釈したっていうか、フィクションが混じってる小説に近い本なんだって。なんだ、そうだったのね。ところでアナンド君は何を予言したの？2019年8月に投稿した YouTube 動画内で、コロナウイルスのことを予言したんだ。時期や内容が当たっていたから、世界中が驚愕したんだぜ。それ本当？本当かどうか、解説を聞いて判断してもらおうかな。わかったわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、アナンド君の紹介をするぜ。2006年生まれのアビラ・アナンド君は、インド西南部にあるカルナータカ州シュリーランガパトナに住んでいるんだ。2006年生まれっていうことは、今2022年だから16歳ね。アナンド君は両親と妹のアビデヤちゃんの4人家族。生まれた時から天才的な頭脳を持っていて、たくさんの人から神の子だと言われているんだ。どんな風に天才だったの？アナンド君は2歳半の時に、50種類以上の車のモデルと40カ国の国旗を知っていたそうだぜ。それはすごいわね。私のお友達の子供さんは、2歳でウルトラマンの全種類を知ってたわ。2歳でウルトラマン全種を知ってるのもすごいぜ。アナンド君もそういうお年頃だったんじゃないの？天才エピソードはそれだけじゃないんだぜ。インドの義務教育は6歳から14歳の8年間なんだけど、アナンド君は公立学校で学校教育を修了後、先生術大学へ入学して、14歳の時にはすでに大学院を卒業していたんだ。普通だったら義務教育が終わったくらいの年齢に大学院を卒業？卒業後は、教授として先生術やその他の科目を教えているんだぜ。大学の先生をしているの、さすが天才ね。2012年に7歳で YouTube チャンネル、コンシエンスを開設。2022年9月現在、登録者数は113万人なんだ。登録者数100万人超え？なんて羨ましい。ところで、コンシエンスってどういう意味？良心って意味なんだぜ。へえ、そうなんだ。そして14歳の時に、上気種先生学の先生術で、コロナウイルスのことを予言したんだ。上気種先生学って？マハリシ上気種先生学っていうのは、5000年以上昔の古代インドがルーツの先生学で、天体の影響から個人や組織の運命を読み取ることができるらしいんだ。古代の聖人たちが残した先生学を元にして、天体と個人の運命とを詳細に分析するんだって。なんだか難しそうね。現代では科学の観点から多くの学者に再検証されているそうで、海外では大学の授業になってるところもあるんだぜ。この先生学の最大の特徴は、未来の出来事を正確に予測できるだけじゃなくて、それをより良いものに変える技術が存在するんだって。でも占いって、当たるも八卦、当たらぬも八卦って言うじゃない？正確に予想とか、より良いものに変える技術とか、なんだか信用できないわ。霊夢が言うのももっともだと思うぜ。
だけどこの先生術って、かなりの確率で当たるらしいんだ。未来がそんなに簡単に分かったら苦労しないわよ。ところが、2019年8月22日に投稿した YouTube の動画の中で、アナンド君はかなり正確に予言したんだぜ。そして世界中がこの予言に関心を寄せているのか、この動画は投稿されてから2022年9月現在までに、800万回以上も視聴されているんだ。800万回、それはすごいわね。マリサ、アナンド君の予言ってどれくらい正確だったの？じゃあ、アナンド君が8月に YouTube へ投稿した内容を説明するぜ。はい、お願いします。まず一つ目は、2019年11月にウイルスによるパンデミックが発生するって予言したんだ。これは当たってるのかしら？中国の武漢で最初に報告されたのは、2019年12月8日。12月？予言は11月だから、ちょっと違うわね。だけど、12月8日以前に原因不明な類似の症例が複数報告されていたことがわかってるんだぜ。そうだったの？アメリカで最初に報告されたのは2020年1月19日だったんだけど、2019年12月13日から2020年1月17日までに、複数の州から赤十字社に献血された検体、7389人のうち106人が陽性だったんだ。このことから、この時期にはすでに広がっていたと思っていいと思う。ヨーロッパでも2019年12月に、ミラノとトリノから収集された排水から、ウイルスが検出されているんだ。排水から検出されたってことは、すでにイタリア国内に広まっていたと思うぜ。フランスでも12月に原因不明の肺炎にかかった人の検体を調べたら、検出されたそうだぜ。パンデミックだわ。マリサ、日本は？日本はどうだった？日本で最初に報告されたのは2020年1月16日、武漢市から帰国した人が14日に診断されたぜ。広まったのは、ダイヤモンドなんとかって名前の船の上じゃないの？クルーズ船の報道で広く認知されたよな。でも日本は中国との往来が多かったし、もっと早く輸入して、国内へ静かに広がっていた可能性は否定できないぜ。じゃあ、ちょっと時期がずれてるけど、予言は当たってるわね。二つ目は、2020年3月29日から4月2日にかけてピークに達し、状況は悪化する、だったぜ。もう2年前なのね。状況が悪化してきたのは覚えてるけど、3月29日頃だったっけ？アメリカでは3月13日から国家緊急事態を宣言して、ロックダウンの措置は州に委ねられたんだ。17日にはフランス、22日にはドイツ、そして23日にはイギリス全土がロックダウンを開始したぜ。私、こんなに大規模なロックダウンってこの時初めて聞いたわ。日本では4月7日に緊急事態宣言が一部の地域に発出されたし、16日には全都道府県に拡大したよな。緊急事態宣言、あったわね。状況は悪化してるし、日付以外は当たってるわ。3つ目の予言は、航空業界などを筆頭に経済的にも様々な困難に直面する、だったぜ。経済は困難になったわよ。これに関しては、世界各国で導入された水際対策としての入国制限措置で、航空需要が減少したぜ。経営難に陥った航空会社が従業員を解雇したり、破産申請をしたり深刻な打撃を受けたんだ。外出を自粛しなきゃいけなかったから、旅行に行けなかったもんね。そういえば飲食店も営業が20時までじゃなかった？そうだったな。帝国データバンクの飲食店の倒産動向調査によると、2020年に倒産した飲食店事業者は780件。それは多いの？過去最多の水準なんだって。最多。じゃあ、この予言も当たってるわね。そして四つ目の予言は、2020年5月29日以降ゆっくりと収束され、7月には一旦収まる、だったぜ。5月。そんなに早く収束したっけ？海外では5月の頭から段階的にロックダウンの緩和を始めたし、7月1日から EU は、域外からの入域制限を段階的に緩和したんだ。日本はどうだった？日本は5月25日に緊急事態宣言の全面解除、7月には GoTo キャンペーンが始まったぜ。ドンピシャじゃないけど当たってる、すごいわ。5つ目の予言は、2020年12月20日から2021年3月31日にかけて、世界中で同時多発的に変異株が発生する、だったぜ。ずっと蔓延している感じだから、同時に多発なのかさっぱりわからないけど。
国立感染症研究所の調べによると、2020年12月22日時点でイギリスでは、過去数週間にわたって、ロンドンを含むサウスイーストイングランドで、今までよりも最大 70% も伝わりやすい変異株が急速に増加していたし、同じ時期に南アフリカでも見つかってる。日本でも2021年12月に、イギリスや南アフリカ共和国からの帰国者から検出されたぜ。6つ目の予言は、2021年11月13日からゆっくりと回復していく、だったぜ。回復？回復はしてなかったと思うけど、どうだったかしら？そうだな、まだまだ回復とは言えない状況だったぜ。その頃オランダやオーストリアでは再拡大して、飲食店の規制強化もあったし、ドイツも1日の感染者が6万人を超えてたぜ。12月に入ると収束どころか、新たな変異株が日本も含めて世界17カ国で確認されたんだ。それに2022年4月には感染が確認された人が、世界全体で累計5億人を超えたって、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学のまとめでわかったんだ。そんなにたくさんの人が、それも、1億人に達するまで1年半かかっていたのに、2億人になるまで半年、2億人から3億人を超えるまで約5ヶ月、その1ヶ月後の2022年2月9日に4億人を超えたんだぜ。どんどん早くなってきてるわね。最新の情報では8月27日時点で6億人に達してた。5億人から6億人まで4ヶ月かかったってことは、ちょっとずつ収束しているってこと？WHO によると、減少傾向にあるが検査体制が十分じゃなかったり、検査数自体減っていたり、実際はもっと多い可能性があるって言ってた。この予言は外れちゃったみたいね。でもほぼ当てちゃうなんて、アナンド君すごいわ。アナンド君は、このパンデミックがなぜ起きたのかも言及したんだぜ。なんで起きたって言ってた？天候の変化による必然的結果によるものだったり、人間の集団としての責任によるものだったりするそうだ。終わらせる方法はわからないの？感染経路もわからないし、いかなる予防措置も効果がないそうだぜ。そうか、確かに知らないうちにかかっている人もいるみたいだし、治療薬もまだないものね。だけど、辛抱強く戦うことでその状況に勝つことが可能なんだって。そしてアナンド君は、同じ動画の中で対策方法も話していたぜ。どんな対策をすればいいって言ってるの？自己免疫力を高める必要があるんだって。自己免疫力？細菌なんかが体に入った時に、その病原体を拒絶や排除して体を守ってくれる仕組みのことだ。アナンド君がおすすめする具体的な対策は、有機野菜を食べて、ウコンを摂取して、よく食べよく寝て、規則正しい生活をしましょうって言ってたぜ。私よく食べてよく寝てるわ。有機野菜とウコンと規則正しい生活が抜けてるな。そうそう、笑うと免疫力が上がるんだって。ほんと？私、笑うのは得意よ。ところで、有機野菜を食べてウコンを摂取すると免疫って上がるの？そうだな、まず有機野菜の話をするぜ。有機野菜っていうのは、農薬や化学肥料を使わずに栽培したものとされていて、日本の場合、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない、遺伝子組み換え技術を利用しない、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減するって規定があるんだ。そして、有機ジャス認定を受けていないと、商品に有機やオーガニックって表示してはいけない決まりがある。厳しい検査があるのね。有機栽培の土壌には、より栄養素が含まれていて、マグネシウムをはじめとしたミネラルが豊富に含まれる野菜が収穫できる。そのミネラルが豊富な野菜を食べることによって、免疫力が上がると言われているんだ。そうなんだ。そしてウコンは、アーユルヴェーダ医学や中国伝統医学で活用されていて、一番注目されているのがクルクミンっていうポリフェノールの一種で、主となる有効成分なんだ。抗炎症、抗酸化、抗菌、免疫調節など多くの薬効が報告されていて、美容や健康にも効果的だって言われてるんだぜ。美容に効果的なの、ぜひ食べなくちゃ。それでマリサ、ウコンって何？霊夢がピンとくるのはカレーの黄色いやつだな。ターメリックとも言われているんだ。ああ、あれがそうなの。じゃあ、カレーをたくさん食べればいいわね。私、カレー大好きよ。ただ、ウコンも食べすぎると体の調子を悪くしたり、摂取してはいけない人もいるそうだ。カレーって、いっぱい食べるとダメなの？カレーをいっぱい食べると太っちゃうぜ。それは困るわ。それと、アナンド君が2020年11月8日に投稿した動画の中で、今後の解決方法について提案をしていたぜ。
今後の解決方法。2020年11月って言ったら、日本で第3波が起きていた頃だったかしら？アナンド君はどうすればいいって言ってたの？一つ目は免疫力を上げる。それは前にも言ってたわね。二つ目は自然を愛し、神の創造物に危害を加えず環境を保護する。三つ目は神への信仰と創造物への敬いと愛だそうだ。四つ目は不安などに対して精神を安定させる。五つ目は不合理な邪悪な処置をやめる。不合理な邪悪な処置って、どういうこと？アナンド君は、ワクチンの安全性に疑念を持っているようだぜ。なるほどね、これを守ったら収束するの？世界中の人たちがこの解決方法を全部守るのは無理な話じゃないかな。ってことは、解決しない？そういうことになるな。それにしても、アナンド君の占いはすごいわね。だけど、アナンド君の予言は嘘やインチキだっていう人もいるんだ。なんで？アナンド君の予言はバーナム効果を利用してるとか、あらかじめ内容の違う予言を複数用意して、的中したものだけをクローズアップしているって主張している人もいるんだ。バーナム効果って何？誰にでも該当するような曖昧な内容で、当てはまると捉えてしまう心理学の現象のこと。ちょっとよくわかんない。例えば、血液型占いは科学的な根拠がないのに当たってると感じるだろ？え？あれって当たってるんじゃないの？血液型で人の性格すべてを判断できたら怖いぜ。あれは、誰にも当てはまるようなことを言ってるだけなんだ。なんだ、そうだったのね。じゃあ、内容の違う予言をいくつか用意して、当たったのだけクローズアップするっていうのは？そんなことってできるの？どうだろう？そういうことを実際にやっている人がいるみたいだけど、それがアナンド君に当てはまるかは、証拠があるわけじゃないからなんとも言えないぜ。そうなのね。それに、占いでお金儲けをしているってことも、インチキだって言われる理由の一つなんだ。アナンド君、占いでお金儲けしてるの？2020年8月4日に放送された、マツコの知らない世界の予言ビジネスの話の中で、アナンド君は大豪邸に住んでいて、一般市民向けにやっている占いの鑑定料金は、例の予言が的中してから1回あたり日本円で2万円を超えるって言ってたぜ。インド都市部で大卒の初任給は日本円で月額4万円らしいから、この鑑定料金は破格だな。大卒の初任給が4万に対して鑑定料が2万円。それはお高いわね。それに、アナンド君の YouTube 動画を使用する場合は、1回につき15万円支払わないといけないそうだ。鑑定するのにお金がかかるのは理解できるけど、世界中の人たちが必要な予言や占いは、無償で教えてもらえると嬉しいわね。今回はインドの若き天才占星術師、アビラ・アナンド君を解説したぜ。霊夢、実は今回のことを言い当てた予言者はアナンド君だけじゃないんだ。そうなの。一人目はバルカン半島のノストラダムスと呼ばれた、盲目の予言者、ババヴァンガ。20年以上も前に予言していたそうだぜ。おばあちゃんすごいわ。二人目は霊能者シルビア・ブラウン。2008年に出版されたエンド・オブ・デイズの中に、予言として書かれていたんだ。10年以上も前に予言されていただなんて。それに1990年5月2日の岐阜新聞には、ショッキングな見出しが大きく書かれているぜ。2020年、人類の半数がって書いてある。1990年って30年以上前よ。他にも、1982年から7年半かけて連載された大友克洋さんの漫画、アキラの中には、2020年3月2日に WHO が韓国、イタリア、イランと並んで、日本を最も懸念する国だと世界のメディアに説明したことと重なるようなことが書かれているんだ。私、最初に予言って当たらないって言ったけど、間違ってたわ。予言って当たるのね。霊夢、予言や占いは信じれば当たりだし、信じなかったら外れなんだ。闇雲に信じて受け入れすぎちゃったら、自分の人生に責任が持てなくなってしまうぜ。そうね、気をつけるわ。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。